デイビッド・アダム・ストックデールは、イングランド出身のサッカー選手。ウィコム・ワンダラーズ FC 所属。ポジションは GK。ハダースフィールドタウン FC のユースチームでプレーを始めた後、2000年にヨークシティ FC のユースチームに入団し、2002年に練習生契約を結んだ。2002から03シーズンにより当時フットボールリーグ、サードディビジョンに所属していたトップチーム昇格し、シーズン最終節にデビューを果たした。2004から05シーズンにレギュラーポジションを確保したが、ウェイクフィールド&エムリー FC、ワークソップタウン FC での期限付き移籍を経て、2005から06シーズン終了後にヨークシティを退団した。シーズン前のトライアル参加を経て、2006年8月にリーグ2のダーリントン FC とシーズンいっぱいの契約を締結。2シーズン目にはクラブの昇格プレーオフ出場を助けた。2008年6月にプレミアリーグのフラム FC に未公開の移籍金で契約したが、レギュラーになることはなく、所属期間の大半はフットボールリーグのクラブへの期限付き移籍に費やされた。2014年7月にチャンピオンシップのブライトン&ホーブアルビオン FC に加入し、3シーズン目でプレミアリーグへの昇格を果たした。2017年5月、ブライトンとの契約延長を断り、バーミンガムシティ FC と契約した。2018から19シーズンは、サウスエンドユナイテッド FC、ウィコムワンダラーズ FC、コベントリーシティ FC に短期間期限付き移籍した。バーミンガムシティ FC との契約満了後、2020年9月に、古巣ウィコムワンダラーズ FC に再加入イングランドの C 代表歴がある。UEFA Euro 2012予選など、フル代表にも何度か招集されているが、出場歴はない。ありがとうございます。